わあすごい。わあ楽しい。うーんま。いやもう本当に美味しかった。これびっくりしました。こんなに。ちょっと泣きそう。ちょっと泣きそうやわもう。どうもこんにちは、ヤナです。さて今日なんですけれども、糸島に来ております。イエーイ。ということで、もう天気がものすごく良くて、今日最後の日なんですけど、福岡で今日の夜、もう帰っちゃいます。でも糸島どうしても行きたくて、もうダッシュで朝からね、来ております。今11時ぐらいで、みんな元気ですよ、ここら辺。でなんかもうここにもどこでもドアがあったりとか、こういうフォトスポットめっちゃいっぱいあるから写真撮ったりして、でそっから夫婦岩の方に向かいたいと思います。楽しい。めっちゃ綺麗。もう日本で今まで見たビーチで一番綺麗かも。もう天気がいいからっていうのもあるかもしれないんですけど、めちゃくちゃ綺麗。もう真っ青ですよ。ターコイズが混じっててめっちゃ綺麗で、砂浜もすごく白くて素敵です。本当にでも本当に海が大好きだし、もうこれってすごく良かったなって思いますね。でもちょっと、あ、ここヤシの木のブランカある。でもあんま人いなくてめっちゃいい。観光客めっちゃおるんかなと思ったけど、だからちょうどいいぐらい、なんか現地人の方が多い気がする。そういうのめっちゃ嬉しいです。じゃあブランク乗ろうかな。乗ります。それでは乗ります。わあすごい。わあ楽しい。私も子供の頃からずっとブランクが一番好きだったんですよ。で本当にもう幼稚園のところの時にもうずっとブランクから離れないやつがおるみたいな子がいて、それが私でした。もう最高です。もう海眺めながらブランコできるのすごすぎるし、観光客あんまりいないからなんかすごいゆっくりできちゃうし、最高。本当に最高すぎる。わーい。海綺麗すぎ、やばくない、大げさなのかな私のリアクション。本当に綺麗。住みたいわ。もう福岡に来てからとにかく思ったのが、住みたい、マッチで住みたい。でもお仕事とかね、いろいろ東京にやるから今のところは無理やな。でもめっちゃ住みたい。住みてー。宇宙への階段もあります。楽しい。宇宙への階段を登ります。イエーイ。すごい。もうどんどん空と海しかなくなってくる。うわー最高。よし、宇宙へ到着。宇宙だ。最高。最高しか言えないんだけど。ここにも一つありましたので乗りたいと思います。わあ、こっちの方が早く進むな、すごい。このまま海飛び込みたいね。毎日こういう風に過ごしたいわ。ここもいくつか
シノキのブランクが並んでてすごく可愛いです。あ、ここ20で乗れるやつある、すごい。めっちゃいい。で、あちらでバーベキューめっちゃできちゃうんです。みんなすごい元気最高。いつか友達と行きたいな。バスまであと30分あったね。レストラン行きました。うわー、すごくない？あれやばくない？この眺めでさ、ご飯食べれるのってすごくない？めっちゃ感動した。さて今日は何を食べるのでしょうか。ここのタイ茶漬けを食べたいと思いました。じゃららららん、こんな感じできました。わーい。タイのね、あの刺身となんかごまだれみたいな感じですごく美味しそう。で、だしがもうこの炎があるところにあって、めちゃくちゃもう美味しそうな香りが漂ってます。いただきます。そしてもうおだしからいただくっていうのがあのやり方なので、おだしからいただいてめっちゃ美味しいっていう顔してますよね。いや、もうだし大好きなのでこれはめちゃくちゃ嬉しいですね。いや、もうだしだけでもずっと飲みたいわめちゃめちゃ美味しかったです。で、次はもうご飯炊きたてでほかほか、もう米だけでもめちゃくちゃいい香りしてて美味しそうだったんですよ。そしてとりあえずご飯を取り出して刺身をご飯にのせて食べてくださいねって言われて、それ最初やっていきます。それでは両手を合わせていただきます。早速刺身とご飯いただきます。うんま。いや、もう本当に美味しかった。これびっくりしました。こんなにめちゃくちゃ身が柔らかくて、もう旨味の塊みたいな味してましたよ。なんかよく説明できないんだけど、ごまだれみたいなのがついててすごく美味しい、香ばしい感じで柔らかいし、もう多分今まで食べたタイの中で一番美味しかったんじゃないかなってぐらい美味しかったんですよ。多分天気と景色ともいろいろ含めて最高のタイでした。で、その後からね、あのお出汁もかけますから、お茶漬けにしてね。あれはもうあのめちゃくちゃ期待してましたよ。出汁も最初にいただいたので、もう期待しかないっていう感じです。いや、もうこれだけでも本当に最高に美味しかったんですけど、さらにね、お出汁をかけていただきたいと思います。こんな感じになります。もう見た目あれなんだけど、もう本当に美味しそうで、ではいただきます。やっば。いや、あれはもう今アフレコなんですけども、自分の顔見返し、やほんまにこれぐらい美味しかったんやなって思った。お出汁がね熱いので、あのかけたらタイの油がいい感じに溶けてて、さらに柔らかくなるし、トロトロになるんですよ。大トロっていらないぐらい本当に美味しかったです。最高です。ごちそうさまでした。そして最高のお昼ご飯を終えて、今からフーフー岩に向かいたいと思います。もうバスからの景色でもこんなに綺麗なの、やばいんだけど語彙力ゼロになるけど本当にやばい。それでは二見ヶ浦に着きました。イエーイ、ありましたよ、ありました。え、すごい。もうバスからもずっと景色綺麗やなってめちゃくちゃ思いながら乗ってたんですけど、こんなにえ、思ったよりでかいんだけど、写真だったのかちょっとちっちゃいのかなと思ったんだけど、めっちゃでかい。いや、本当に素敵すぎる。てかここ通れないね水ができてて、どこ通ればいいか後での楽しみですねすごすぎる。もう海の風気持ちいいし、
波がちょっと荒くてかっこいいし、夫婦岩がかわいいどういう感想やねんって感じやけど、うん、そもそも白い鳥だし初めてかな、初めてな気がする。もうすごく綺麗でもうめっちゃ感動してます。うわー最高すぎる。よく見たら夫婦岩のようにめっちゃカラス乗ってる。すごい、めっちゃ綺麗、真っ白なのも本当に海と映えるよね。最高、もう最高しか言えないんだけどね、もう本当に最高。住みたい、マジで住みたい。なんかさ、動画クリエイターあるあるなんだけど、こっちの方だと顔がよく映るんだけど、でもこっちの方が海やんけってなるから、もう眩しいしめっちゃ顔に影が来るから難しいなでも超幸せこんな海の近くに住めたらな、最高やのにな、いいな。髪の毛もどんどんダメになってきてますわ。あー、夫婦岩、あーかわいい夫婦岩ってなんか名前の付け方ってさ、もう海外思いつくのかなって思う、ってすら思っちゃったねかわいい、夫婦岩って超かわいいじゃん。で、岩だからさ、動いたりしないからさ、もうずっと一緒におるやん。最強の夫婦やん、最強の夫婦です。いいね、最高すぎるんだけど、帰りたくない、今日は成田かき帰りたくない、てか東京帰りたくない、にゃー。なんかね、たまにね、ふとっていうかね、そのなんかずっと日本に暮らしたかったんだけど、でもあんまりその初めて引っ越した時とかはあんまりそこまでね、実感が湧かないっていうか、今日本にいるんだっていう感覚がない時とかもあったりするんだけど、でもなんかふとした瞬間に、あ、私今自分の夢生きてるんだって思える日が、思える日っていうか、なんかその気づく日が来るんだけど、今日はまさにその日で、あ、私って今日本に住んでるんだって実感が来たっていうか、なんか本当に最高だし、もう自分の夢を現実にできたっていうのがもう本当にすごく嬉しくて、すいません、ちょっと海ばっか見ててカメラ目線とかじゃなくてね、海めっちゃ見ちゃうんだけど、こういうめっちゃいい景色とかじゃなくても、なんか近所のスーパー行った時とかで、あ、私って今日本に住んでるんだ、この社会で生きていくんだみたいな感覚があってくる時ってか、なんかすごい自分の中で感動しちゃうっていうか、あ、嬉しいってなるのうるっとくる時さえあるね。今ちょっとまさにそういう時なんだけど、ちょっと泣きそうちょっと泣きそうやわ。もうなんかよく、なんで日本こんなに好きでいてくれるんですかとかっていうコメントとか、まあ、日常生活でも聞いてくださる方々もいらっしゃるんだけど、でもなんかよくわかんないんだよねなんかなんとなくその国に惹かれちゃって、面白い理由はあるんだけど、そうか、なんか音楽がかっこよかったりとか、言語の響きが好きだったりとか、文化がそもそも好きだったりとか、いろいろあるんだけど、でもぶっちゃけ自分はなんでその文化にそんなに惹かれたのかはよく自分でも分かんないんだけど、なんとなく惹かれるっていうか、もうこの人好きになった理由とかって分かんないじゃん。もうただ好きってなるじゃん。なんか自分と日本の関係まさにそうで、もう最高もう住めてめっちゃ嬉しいな、ずっと住めたらいいな皆さんもこれからもよろしくお願いします
髪の毛無事に終わりました。やばいよね、もう湿気が。でも気温ちょうど良くてね、最高。最高すぎる。中にいっぱい